日村和也です。ロマン、それは夢や冒険へ強い憧れを持つこと。気候、旅の行程をたどるように経験、体験を記すこと。そう、それがこの番組ロマン気候です。先週新潟県月岡温泉花宝さんに行ってまいりました。温泉イベントということで、3日間お邪魔しまして、企業様イベント毎日ディナーショー、夜8時から1時間、まあ、ちょっとかな、のディナーショー毎日、300人くらいのですね、ディナーショーを行いました。無事に終了してるかなまだ最中なんですけど、本日3日目、まあ、最終日ということでございます。昨日届いたね、初日2日目とも大盛況でですね、終了いたしました。まあ、その辺の模様をですね、聞こう。まあ、今日はスタジオ行けないので、まあ、当日からお話しさせていただくっていうような感じで、お届けしていきたいと思います。同行してくださっている気候者はですね、もう最多出演回数かもしれない、もしかしたらね、音響の藤本さんです。はい、藤本です。はい、最多出演ですよね。すごい、お世話になる今回の3日間の新潟月岡温泉花宝さんでですね、はい、イベントということで、どうですか、温泉入りました？温泉、いや、入ってません。入ってないんですよ。1回があるのにまだ一度も。僕さっき入ってきました。あ、そうですか。もうね、硫黄の匂いがして、はいはい、入った瞬間、何なんでしょうね、温泉ってのが、じゅわーっとくる、この体にまとわりつくこの感じで、こうぶわーって冷えた体がこうっとくるんですね。なんかリラックスしたような感じ。そう、見えます、ね、見えますつるんつるんですよつるんつるんな感じで、うん、美人の湯ですからね、月岡温泉のお湯は、はい、美人の湯っていうことで、まあ、今だから僕はかなり肌がつるんつるんの、つるんつるんかな、はい、それぐらい、そろそろな、はい、いい感じ、いいお湯でした。熱すぎる、はい、でやっぱり湯冷めしないというのは温泉のいいところですよね、うん、はい、まあ、そんな月岡温泉、ようやく今2日目なんです。あ、3日目か、うん、3日目、2日目まで無事に終わっての3日目ということで、ようやく、まあ、時間にも余裕があり、まあ、初日はね、いろいろ大変でしたもんね。そうですね、前乗りもなく、はい、入ってすぐの仕込み、はい、はい、そしてディナーショーとつながってたんで、今回のセッティングどうでした？時間なかったんですけど、すごくやりやすい環境ではありまして、長っすごくいい、なんていうんですかね、いい状態に仕上がって、てるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、今回の音響だけじゃなくて、はい、照明も仕込んでいただき、ね、まあ、簡単なムービングとか LED パンも、仕込んでもらって、もちろんね、同行していただいてる方もいらっしゃったりとかして、はい、まあ短時間で割とこういい形で作れたのかなっていうのもありますし、はい、あと何て言ってもこうステージ上にある花、はい、素晴らしいですね、はい、この一流ホテルならではの生花を、はい、あの高さで、はい、角っていうんですかね、花をこう生ける技術と、はい、まあ、お金かかってますよね。いや、かなりゴージャスな、あれがあるのとないのはだいぶ違いますからね。うん、そうですね、すごくステージ映え、まあ、いわゆるステージ自体は木でできた、はい、後ろもね、ステージのバックも木だったので、はい、なんかこうコントラスト的にはやっぱり
こういった花があるかないかだいぶ違うなという感じはしましたね。そうですね、うん、ライトアップもさせていただきました。そうそうそう、2日目からねライトアップまでしていただいてLED パワーを向けてですね、その、はい、お花が綺麗に彩られるというね、はい、形にしていただきました。はい、ではここでトゥルントゥルンのヒムロカズヤの曲をお届けしたいと思うんですが、いや本当にねいい温泉で、うん、あの滑りやすくなるんですね、やっぱりね、いい温泉ほど床が滑りやすいとかあるし、いわゆるカスラもねツルンツルン温泉なんてありますけど、本当にツルンツルンになるような肌の肌にいい温泉、月岡温泉からですね、ヒムロカズヤツルンツルンの肌でお届けしたいと思います。最新曲アカシアバンカー聴いていただきたいと思います。どうぞ。アカシアの花言葉、それは秘密の愛。白い花影揺れる街、探しに来たよ思い出連れて、アカシア咲くたびお前を思う、振り向かないで昔の夢を、切ないこの絵がまた追いかける、すがりつくお前の肩を抱き寄せ泣いた、アカシア咲くたび切なく思う、
氷室和也のロマン気候、はい、そしてショーは1時間超える1時間、まあ、10分ぐらいかな、はい、前回の盛岡に続き、うん、ステージにも含めて藤本さんに音響を担当していただきました。いかがでした？ステージに。あ、すごく初日も2日目もものすごく盛り上がって、うん、なんかこう、なんていうんですか、贅沢な時間でした。至福な。はい。いや、贅沢ですよね。はい、僕のショーっていうよりも、その、一流ホテル加藤さんで、まず宿泊される。うん、そして、食事も最高級の食事。はい、堪能していただき、8時から、氷室和也歌謡ショー、はい、で朝朝食食べて帰られるという、うん、おもてなしが素晴らしいので、うん、まあ喜んでいただけてるかななんていうのは肌で感じましたね、うん、すごかったのはそれだけたっぷりのショーなのに水も飲まず歌い切ると。僕の話ですか。はい、そうなんです。僕はあんまり水をね、飲むというステージってあんまりないんですよね。割と先輩方は水を用意しないと、というなんか、あるんですけど、僕はあんまりステージ上に水があるなしと気にしたこともないし、欲しくないわけじゃないです。もちろん欲しいし、飲みたい時もあるんですけど、結局その水を飲んでる時間っていうのはちょっと気になったりとかするんで、その間が空いちゃうっていうところもあるし、まあ、コンサートとかね、ディナーショーで安定になってた人とか、そういった瞬間とかはバッと飲むこともあるかもしれないですけど、今のところはあんまり気にしてないかなと思うんですかね。逆にレアポイントですね。うん。暗い中で。そうですね。見つけられるかとかね。そういう感じありますよね。うん。まあ、終わった後の、まあ、即売会も2日間出まして、はい、史上最高の売り上げらしいですよ。ありがとうございます。金曜様からの、お話ではですね、はい、今までこんなに、人が並んで売れたのを見たことないと思うんですけど、僕も横で見てまして、飛ぶようにすごいですよね。初日で持ってきたものがほぼ完売してしまう、はい、2日目に急遽会社から、はい、CD を送ってもらうっていうね、はい、しましたし、まあもう本当にありがたく、はい、いい環境で3日間歌わさせていただけるというこの幸せ感も本当に嬉しいですね。はい、あと音響さんでは照明のね、まあ、レオさんともう一人の同行者がいて、はい、まあ、照明担当していただいて、で今回司会のね、金曜さんの司会者がいて、なんかマイクをね最初欲しいでしたね。欲しいので、マイクくださいということで。はい、で、僕ちょうどね、影に隠れてたんですよ。隠れたというか、はい、僕の座る場所が、そうですね、お客様から見えない場所になってて、舞台袖にあるので、はい、で、座ってったんですよね。はい。そしたら、その照明の方が、その司会の、企業さんの司会の方に、こう、ポンとマイクをお渡しした、瞬間、はい、マイクの頭、エアヘッドの部分の、はい、カバーが全部取れてて、中がむき出し状態になってるものを、まあ、まあ、その、彼も気がつかずね、はい、お渡しして、まあ、本当にコントかっていうぐらいの状態でお渡しした瞬間、その、企業さんの司会者の方が、それを見て、さすがに僕はこれでは、これでは話できませんっていう、はい、本当にボケとツッコミを見てる感じが、そうですね。
フォルム見ましたけど、あれ面白かったですね。見ましたね。あれあげます、あのTwitterX に。ぜひ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 。この放送後にどういう状況であのマイクをお渡ししたのかって、そのマイクの状態を写真にちょっと送りましょうか。はい、それは楽しみですね。皆さん楽しみですよ。マッシュこれはこの状態はもうコントやんっていうね、うん、これでボケてくださいみたいなね。長年状態音響やってましたけど、はい、初めてかもしれません。焦ったんでしょうね。確認するにポンと出したのがまさかのヘッドなしというね、うん、はい、その状態でのスタートで大笑いして2日目のスタートをしましたというね、はい、そんな感じになりましたけどね、とても楽しく終了いたしましたね、楽しかったですね。まあ、今日は、11月の9日、はい、ということで、昨日あの立冬だったんですか、いわゆる暦上の冬のスタート始まりということで、はい、初雪もね、これからニュースになってくるんじゃないかなというところでございます。確かにね、だいぶ寒くなってきてますね。ここ2、3日暖かかったんですけど、はい、ちょうど明日から戻る頃からすごく冬の寒さが、冬装備が始まるんじゃないかなというニュースがやってましたね。はい、まあ、紅葉もバッチリ、この辺もね、今ちょうど見頃ということで、はい、温泉この時期にいいですね。うん、まあ帰るまでに一度は、藤本さんも温泉に使って、はい、旅の疲れを癒していただけたらなと思ってます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今週の1曲何か、はい、僕のアルバムから選んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、皆さんコンサート来れなかった方のためにも、はい、神戸北クラブ、おお、いいですね。いかがでしょうか。ありがとうございます。じゃあ神戸北クラブ聴いてください。
今度会う日の約束が見えなくて小指も泣いてる神戸北クラブ君は人妻ああ人の妻のロマン気候。さあエンディングです、コメントね先週の、お聞きいただいた方からのコメントを読みしたいと思います。お疲れ様です。2日間のカズヤデイ、そうですね、歌手の氷室カズヤだけではなくプロデューサーとしての、顔とても素敵でしたよと。多彩な和也君に感動でした。ますますご活躍の場が広がりますね。応援してますよ。ありがとうございます、山本秀正さんという、はい、そうそう、あのミュージックビデオ、あ、はい、実はですね僕が監修でもあり撮影でもあり編集でもあり全て僕が、プロデュースさせていただいた曲なので、ミュージックビデオも全部自分でやらせていただこうかなという話で、はい、承諾を得まして、出来上がりました。はい、こちらも近日公開予定でございますので、また楽しんでご覧いただけたらなと、お楽しみにっていうところなんですよね、はい、さあそしてリスナー増えてますね。本当ねコメントがねたくさん増えてきてます。ありがとうございます。弾き語りですね、一緒に聴いている主人が和也くん器用で上手ねと。リバースター一度行きましたが、ファンの方々の優しさを感じた場所でした。先週ね、あの2回目となる日語りをしまして、うん、あと、まあ、リバースターズ、まあ、キャンペーンね、はい、邪魔したところ行ったっていう話したんですよね。うんうん、そして、和也さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日も配信ありがとうございます。待っていました。兄ちゃん、しょうがないね。和也さん、忙しいのに一人で、段取り、お疲れ様でした。お疲れ様です。一歩一歩、前進してですね、前進して大輪の花を咲かせてください。私のファーストアルバムです。買いました。ありがとうございます。うん、すっかり和也さんに夢中になっています。応援していますよ。頑張れ和也さんということでメッセージいただいております。ありがとうございました。うん、そうなんです。兄ちゃん、先週、はい、旅2日間続いてましてですね、はい、あのまず1日目、初日、一緒にラジオ時間あったらやろうっていう話をしてたんですけど、ええ、明日やるからいいよみたいな感じで言うからじゃあまあ明日まとめてじゃあ撮りましょうみたいな話してたんですけど、うん、はい、次の日になったらまた次この時間にやればいいとだんだん伸ばし伸ばし、おやおやおかしいぞあれあれでなってですね、結局イベント終了して、はい、一人でスタジオこもって一人で収録っていう感じになって、この番組である根本的にロマン気候旅をしている時に収録していくというルールをですね、はい、完全に破ってしまいまして、はい、それで弾き語りになったんですよ、結果、はい、まあ、月に1回ぐらいのね弾き語りスタジオからっていうのもまあいいんですけど、まあ、そんなことありましてですね、はい、今回、こうやってお届けするという形になりました。はい、はい、そうですね。じゃあ、まあ今週はこれでお時間となりましたので、ここでお別れになります。また来週も元気でお会いしましょう。お相手は氷室和也と藤本です。はい、また来週。バイバイ。バイバイ。愛しい人よ Remember
さよなら言えず Remember 抱きしめ合えば Remember 切ないよ愛のぬくもりこの吐息忘れたくない忘れない後ろ姿の幸せばかりお前の声が追いかける二人で暮らしたこの部屋の壁の傷さえ泣いているような悲しい嘘には慣れてると俺の背中に残る爪痕夜明けのブルース Remember 淡雪の恋 Remember このままいっそ Remember 二人遠くへ Remember 行きたいよ言ったお前の切なさが今でも残るこの胸深く忍び泣いてる二人の夢を切ない声が追いかける面影追いかけこの部屋の愛の抜け殻抱きしめ泣いて悲しい夢には慣れてると背中合わせの夢が泣いてる夜明けのブルース